旧横溝家住宅横溝家住宅所在地旧横溝家住宅は神奈川県横浜市鶴見区自主家国三丁目にある古民家。幕末から明治時代に建てられ横浜市指定有形文化財に指定されている。江戸幕府旗本の小田切資料の上獅子ヶ谷村で名主を務めた横溝氏の屋敷である。現在横浜市の村生活館味噌の公園。 横溝屋敷として講演化、公開されている。横浜市鶴見区寺市警国は、旗本の小田切氏と串本氏がそれぞれ漁しており、新編武蔵風土機構によれば、江戸時代初めの慶長年間にこの屋敷にいた、小田切光直、または、この小田切主直が、江戸に移住するにあたり屋敷を横溝氏に譲ったと伝わる。屋敷背後の殿の山は、小田切氏の爪城で、 死死が国城と呼ばれる。以来横溝市の屋敷地として現代まで続き、1988年11月1日に市の文化財に指定された。幕末から明治時代中期にかけて建てられた長屋門、母屋、国像、文庫像、開古小屋が並び、かつての農村の屋敷構えをよく残している。また死死が国城など、周囲の山も、 獅子谷市民の森として整備されハイキングコースになっている。ありがとうございます。